はい、昨日に引き続きまして本日も、フィールズプレゼンツファイトフォージャパン、元気ですかおむすば2011、対戦カードを、発表させていただきます。昨日は、フェザー級ではないですね、あ、フェザー級ですね、フェザー級のタイトルマッチと、ワンマッチ2試合発表させていただきましたが、今日はですね、3カード、発表させていただきます。まずはですね、今年、5月より始まりましたバンタム級のジャパントーナメント、それの、世界トーナメントですね、それを9月に行って、それの準決勝、決勝戦、トーナメントの最後、フィナーレを飾る、試合を大みそかで組みます。で、4選手勝ち残ってたんですが、その4選手の組み合わせを発表させていただきます。ドリームバンタム級世界トーナメント準決勝の、まず1つ目がビビアーノ・フェルナンデス対、ホドルフォ・マルケス・テニス、もう1カードが、お隣に座っていただいております稲荷正和選手対アントニオ・バヌエロス、こちらのトーナメント勝者が、決勝戦を行うということです。で、リザーブマッチに関してはちょっとまだ調整中ですので、こちらはまた決まり次第発表をさせていただきます。ひとまずこの組み合わせでトーナメントを行います。そして、こちらはドリームのウェルター級のワンマッチですね、発表します。桜井マッハ・ハヤト対長男亮、このカードを正式に決定いたしました。まず今日の発表に関しましては以上のカードになります。はい、ありがとうございます。それでは選手の皆さんからも一言ずつ頂戴します。最初に今成選手からお願いします。はい、日本人が、自分しか残ってないんで、すごい勝ち残らないといけないかなと思ってで、しっかり優勝して、所さんと防衛戦やりたいんで、ありがとうございます。それでは長男選手お願いします。そうですね、なんて言えばいいのか分からないですけど、自分の先輩で仲の良いマッハさんと試合することになったんですけども、まず初めにこのカード聞いたときに何組んでんだバカ野郎と思って一瞬頭きたんですけれども、いろいろ考えた、自分今10年ちょっと格闘技プロでやりまして、いろいろ振り返ったときに、やっぱり自分ではただの1試合だったとしても、やっぱりマッハさんから過去に勝ってるっていうのは、その後の格闘技にこう進めていく中ですごい大きなポイントだったと思うんで、やっぱりいろいろさっきも言うように振り返ったときに勝ちに逃げはいけないかなと思って、いろいろその試合のおかげでまたプライド上がったりとかそういうこともあったんですけども、やっぱりけじめっていうか勝ち逃げはしない、また今回こういう今までいろんな強い選手と戦いましたけど、正直で一番なんていうんですか、嫌なんですよね、相手に対してこういう敬意があるんで、で試合するとかって話になった時にこうブログを見てマッハさんの顔とか見ちゃうと、やっぱりちょっとニヤッとしちゃう自分がいて、もうこういうのもやっぱ試練なんじゃねえかなと思って、今までやっぱりなんですか、強い相手とか厳しい環境とかで試合してもそれはやっぱり好きなことなんで幸せだったんですけども、こういう本当に嫌な気持ちになるっていうのは、初めてっていいくらい感じたことはなくて、でもやっぱりそこはその一般の人もそうですけど、ね、好きなことばっかやってお金稼げるわけじゃないんで、そういう自分ともちょっと向き合って勝負して勝ちたいと思います。ありがとうございます。それではマッハ選手お願いします。マイクはもうそうないですよ。そうですね、もう何せか分かんないですけどね、言ってみれば1時間ぐらい喋っちゃうような感じですけどね大丈夫、喋ってもいいですか。どっちかなっちゃうんですね、これ何せか分かんないのか1時間ぐらい喋っちゃうのか、本当にもうそうですね、
まあ、初めは、まあ、長男の名前出る前はいろんな選手とやりたいってずっと言ってたんですけど、やりたい選手ももちろんいっぱい、まあ、別に長男がなんていうかそのやりたくないとか、まあ、やりたいとか、まあ、実力がどうだとか、もちろん実力がすごいあるし、本当にもう世界の何人かにもう抜擢して、日本の何人かに抜擢しても全然そのぐらい実力が本当にあるし、まあ、そういうことより、まあ、人としてすごくあのなんていうか深いっていうか、いろいろ制したり、まあ、おとといじゃないけど3週間ぐらい前も酒飲んだり行ったりしてたんで、まああのまあ、そういう意味で長男ってことは考えられなくて、まあ、それよりやりたい人はもっといっぱいいたんですけど、なかなかそれも受け入れられず、このまま本当に大もうそれがなかったら大晦日ねえんじゃねえかと俺も思ったんだけど、まあ本当に何て言っていいか分かんないんですけど、まあ、まだなんか気持ちの整理もなってない状態なんですよ、正直。あのなんかまあ頭がふわふわしよく訳が分かってない自分なんですよね。まあ、あのまあ最近原付取ったんですけど、その問題集ずっとやってて、そういうのもあるかもしれないですけどね、いろいろきっかけに気をつけたりしてたから、だからまだそれの要因が残っちゃって、まだなんかなんつうか長男ってやるっていうのはまだ脳に染みないんですよね、全然わかんないっていうか、それよりあの、まあ、それよりなんて言ったら変ですけど、なんていうかもうまだ頭引っかけ問題のバイクのことばっかり抜けなくてですね、まあ結構大声したから良かったんです、それ今日バイクで来たんですけど、ね、いやーでもまあ格闘技って俺思うんですけど、まあ、なんだかんだもう50戦ぐらいやってるんですけどね、俺やっぱスポーツだと思うんですよ、やっぱりね、あの確かにパフォーマンスでは主催者さん側でいろいろね、まあ皆さんを興奮させたりこうね、神妙にさせるためにね、バイオレンス的なね、あの映像とかね、そういうの流すと思うんですけど、やっぱ俺らの感覚からするとやっぱスポーツなんですよね。だから別にあのこまあ試合の時は思いっきりそれやりますよ、相手をね、あのまあ殺す気っていう言い方は使いたくないですけど、あの実際殺せないしね、殺すかって言ったら絶対俺殺せないし、腕折るのも嫌だしボキとかっつって、はい、だから俺、まあ、そういうのまあね、事件っていうかポキッとかってね、ありましたけど、俺だったらもう、あこれ止めてくれって、もしも止めないって言ったら俺話したかもしれないしね、やめたっつって、まあだから、うん、まあそういう自分が、まあ、甘いのかもしれないですけどね、俺もね、だけどやっぱどうしてもそこらアンデスオシュマンも言ったんですけどね、やっぱスポーツじゃないと競技的にやっぱりもう低迷してるじゃないですか今 MMA が。スポーツじゃないとね、ほんとほんと伝ってっちゃうんですよね。なんでかって言ったら、みんながやっぱりこう立ち入れないなんかっていうのがやっぱあるからだと思うんですよ。だから、うん、まあ、スポーツ的に考えれば、まあ誰とやっても、ってまずは初めに入っちゃうんですね。だからまあ、誰だよって、まあ、以前にも日本人もちろんありましたけどね、断るっていうのもあんまできない自分が、まあなんて考えられないですよね。で、まあ、まあ1週間ぐらい前になったら、ああ、あの人とやるんだみたいなね、そういう感じなんでね、もう首をとりあえず縦にしか振れない自分がなんていうか、まあいいのかもしれないけどね、情けないっていうか悪いのかもしれないし、うん、まあ、複雑な思いがあるんですけどね、まあ、まあやるからにはね、まあ、長男とまあやるってなったら、まあそうだよね、まあ確かにさっき言ったように1回も負けてるしね、まあ、仮に卓球、温泉行って卓球やって、卓球で負けても悔しいと思うんですよ。ドッジボールでも悔しいと思うんですけど、まあ、格闘技ってのはやっぱり俺の生きてる道だし、うん、やっぱり格闘技で負けるのが一番悔しいしね、うん、まあ、まあ、いろいろごちゃごちゃ言っちゃったんですけど、まあ、まあ、スポーツと考える、まあ、それもあるけど、まあ、友人の前にプロだしね、プロって何かって言ったらやっぱり、うん、ね、そういうことなんで、まあ、プロ格闘家として、うん、まあ、まず戦うしかないということですよね。まあ、終わったら、ビリでも飲もうよ。そういう感じですね。はい。まあ、
素直にそういう感じです。ありがとうございます。質問の前にバンタム級のトーナメントに出場する、ちょっと一人、ホドルフォ・マルケス・ジンス選手は届いてないんですけれど、ビビアロ選手と、バヌエロス選手のコメントを私が代読いたします。まずビビアロ選手からですね、ファンの皆さん、私にポジティブなエネルギーを送ってください。そうすることによってベストな力を決勝で出すことができます。どんな挑戦にも準備ができています。変わらないサポートに感謝していますし、日本に戻ることを楽しみにしています。大晦日の夜を素晴らしい試合で送り、2012年を一緒に迎えましょう。続いて、アントニオ・バヌエロス選手のコメントですね。新しい年を日本で迎えることに非常に興奮している。日本の大晦日に行われるイベントに出場したいとずっと願っていた。ついにそのチャンスが訪れて天にも昇る気分だ。非常に厳しい試合が待ち受けているが、そのための準備は万全さ。新年を王者として迎えるのは間違いなくこの僕だ。以上、両選手のコメントとなります。はい、ありがとうございます。では改めまして皆様からのご質問を頂戴したいと思います。質問の方お願いいたします。高畑さんは、どうなったり、またというカードをこのタイミングで組んだという意図とか考え、思いですか？そうですね、まあ、今お二人 の、 お話というか、まあ、胸の内というか、キリとも思ったんですけれど、普通は組まないカードだと思うんですよね。彼らが仲がいいとも知ってますし、でただ、大晦日という、まあ、大晦日はあんまり関係ないかもしれないですけど、その格闘技、というもので、そもそも、まあ、仲が良かろうが、逆に仲がいいからこそ、リングの上では真剣に殴り合うというか、相手を倒しに行くっていう、そういう競技だと思ってますので、果たしてこのタイミングで組むことが正しかったのかどうなのかっていうのは、ちょっと本当正直僕は分からないです。でも、多分両方座っていただいている長男選手もマッハ選手も、こうまだ戦うっていうことにこうスイッチが入ってない部分も当然あると思うんですけれど、まあ、それでも戦わなきゃいけないファイターである以上はだと思いますので、何か僕らが今まで見たことのないものを彼らに何か見せてほしいなというふうには思いますね。ちょっとご質問の答えにはなってないかもしれないですけれど、はい、長男選手とマッハ選手にお伺いしたいんですけども、まあ、その過去に1回試合してるってことも踏まえて、またいつか戦うかもしれないとか、戦えるんじゃないかみたいなのは、お二人は今回試合が決まるまで考えたこともありますか？はい、長男選手か。全くなかったですね。そうですね、うん、俺は、うん、まあ、いろんな、やっぱりこういう境遇もありましたからね、日本人とやって、だから、うん、まあ、現実になるとは思ってなくても、なんかそんなようなことは起こるんじゃないかなとは思ってましたね、ふわふわした感じですかね、なんか。ただこの試合組みたいっていう意図があったっていうのはずっと前から感じてたんですよ。自分がやるつもりはなくても、多分それはプライド武士道の1回目の怨念なんじゃないかなと思ってます。今成選手、バヌエロス選手の印象は面白い。印象、モヒカンのパンチの選手だトーナメントがこういう組み合わせになったことについてはどういうふうに、まあ、いいかなって感じですね。個人3人の中ではバズルスが一番良かったですか？そうですね、まあ所さんに勝ってるんでやってみたいなって感じでしょうか。前に長男選手とやって、負けた数だとやっぱりもう一回やって、リベンジしたいって気持ちはあるでしょうか？いや、やっぱりなんかこうやりたくないですよね。
まあでも言ってるんですよ。確かに。だって被災者が出てたら、ね、やるしかないもんね。それは誰であれ、結局でもそうなんじゃないかなって。自分も道場 やってますけど、同情生同士がやっぱり決勝になったら、ね、なんだかんだやりますもんね。それ やるなとも 言わないし、逆に やらないって言ったらなんでだって言う方なんで、まあ、そう考えたらね。でも、まあ、個人的の自分の気持ちとしては、それはね、やりたいからやりたくないかしらやりたくないですよ、もちろん。だけどね、言ってもらえない。まあ、やるからには、だからね、長男も15分はね、本当に俺のこと殺しに来てもらいたいですね。それがお互いの礼儀ってものだと思って。すいません、マッハ選手。はい。今まで、今日みたいな葛藤を持たれた試合っていうのは過去にありましたか？具体的に相手はどの選手のいや、そう。そんなこと言いたくねえし、そんな思い出したくもねえよ、なんか。もう過去は別に変えられないから。逆に、長田選手は今回のマークディスの試合が決まって、そんな前回の試合のこととか、そんな思い出したとか考えたりしたことありますか？普通に技術的な分析すれば今持ってる技術体系というのはお互いにも全然違うものになってると思ったりとか、そういうふうに格闘家としてはいろいろ考えるんですけど、メンタル的にはやっぱ難しいんで、自分も 初めての挑戦なんで、ここは。ほんで最近のマッハさんの調子見てるとやっぱり負け込んでるところもあるんで、まあでも逆にだんだん順番的に強いマッハさんが帰ってくるんじゃないかって、そういうターンなのかなとも思ってすごい警戒したりとかしてますね。あとは自分は練習で追い込んで気持ち作るんで、今自分に殺気あるかって言ったら全くないですし、これからだから合宿して集中して自分を高めて、その中で気持ちを作っていくんで、何ですか、会見場でバチバチやんないかっていう、こういう期待の声もあったんですけども、まあそんなフェイクはいらないですよね。それではお願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。